今日はですね、この卓上ろくろ、電動ろくろをいただいたので、ちょっと使ってみて、動画に撮ってみたいと思います。これはグッド電機さんの卓上電動ろくろです。シンポさんでもこういう似たようなコンセプトのものって出してありますよね、商品が。比べることはできないんですけど、これについて使ってみたいと思います。で、電源、主電源と、回転、右回りと、左回りができます。まあ、通常の電動ろくろと一緒です。で、このレバーを押せば早く回って、控えめにするとゆっくり回る。で、パワーは、まあ、それなりにあるんですけど、押さえるとちょっと止まっちゃうぐらいのパワーではあります。でも土殺しするぐらい、これ4キロなんですけど、さっきちょっと使ってみたんですけど、このぐらいの粘土を土殺するには全然問題ないと思いました。はい、では土殺ししてみます。今作業台の上に置いてるんですけど、ここの作業台が大体70センチぐらいの高さなんですけど、その上にやると立ったまま作業しないといけないので、ちょっとこの体とろくろのこの盤面の高さのバランスは良くはないですね。それと途中でスピードを変えたい場合、今ちょっと速くしたいなと思ったんですけど、またこう手を使わないといけないのが通常の電動ろくろと違うところで、少し手間ですね。直感的に動かせないですけど、でも家庭で趣味でする分には全然これで十分じゃないですかね。そんな感じがします。で、これ一番早く回した時のスピードってまあまあ回ってくれます。これは通常の電動ろくろとそう変わりないスピードなんじゃないかなと思います。ポジションが悪いですね。場所を変えたいと思います。場所を変えました。ろくろの盤面と座面、まあ、大体同じ高さに変えて、場所も移しました。ちょっとまたやってみますね。どうしてもこう足を乗せる癖がついてるので、ちょっとこう探しちゃいました。やっぱりこの高さの方がやりやすいですね。
簡単に何か作ってみたいと思います。趣味の範囲で家庭で使うには本当全然問題ないろくろだと思います。卓上ってなるとこのテーブルの高さよく考えないと、さっきの僕みたいにちょっと高すぎるなとかなっちゃうような気がしますけど、こういうふうにうまくポジションを作ってあげれば何ら問題ないような気がします。まあ、簡単ですけど、ちょっと使ってみたという動画を撮ってみました。はい、簡単ですけど、これで終わります。